ちは、浅田孝代です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。ご機嫌九星を使ってみんなで幸せになりましょう。本日のテーマは、本命星が黄土星で月命星が九紫火星という組み合わせをお話ししていきたいと思います。本日の動画をご覧いただくとどういったことがわかるかというと、自分自身の本命星が黄土星で、その性質を、占いの本なんかで見た時に、ちょっと自分に合わない、何かおかしいな、なんかこれに当てはまらないなっていう、行動が見られるかもしれません。今日はその理由が明らかになるかもしれません。そしてその、理由が月命星にある九紫火星さんという場合であれば、その九紫火星さんがどんな行動をするのか、そしてその行動をどういうふうに生かしていったらいいのかっていうお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。では、黄土星さんで、なおかつ4月5日から5月4日あるいは1月5日から2月3日に生まれた方は、5919という組み合わせの、4つの星を持って生まれていらっしゃいます。で、子供の時に九紫火星で、大人になってから黄土星さんになってきます。で、この組み合わせは、九紫火星と黄土星なので相性の関係といって、この子供の時の九紫火星さんのエネルギーが、黄土星さんの土のエネルギーを応援するという立場になります。なので九紫火星さんの、持っている特性なんかも結構うまく活かしていけるという組み合わせになります。で、黄土星さんっていうのは基本的には、親分肌で、俺についてこいとか、じゃあ私に任しといてみたいな、ちょっとこう男っぽいところがあったりするんですよね。で、そしてなおかつ九紫火星さんっていうのは、結構ゴーイングマイウェイなところがあるんですね。とても頭がよくって行動力のある人なので、こう黄土星さんの中でも、さらにエネルギー度が高く、そして、行動力が高い、そして頭の回転が速い、そういうイメージの人を、思い描いていただいたらいいかなと思います。まず、仕事面から言うと、そういう性質を持っていると、もちろんリーダーとしてもすごく活躍ができます。で、特に頭を使ってする仕事なんかは九紫火星さんなんかはとても向いているので、黄土星さんの中でも、専門職、例えばこう知的な専門職とか、そういったものも向いているかなというふうに思います。で、もし黄土星さんの、よくあるこう起業したいとかね、何かの上に立ちたいとかって言った場合にも、この九紫火星さんの、頭の回転の速さなんかが助けになってくれるし、行動力、そして行動の速さっていうのも、助けになってくれるかなというふうに思います。なので仕事では結構、すぐ出世したりするタイプになります。で、黄土星さんは早く出世するタイプと遅いタイプと結構両極端なんですよね。でも、九紫火星を持っていることによって割と早く、出世していくんじゃないかなというふうに思います。では、次に、恋愛面、そして、パートナーシップについてお話をすると、黄土星が、いつも自己中というお話をしています。ただ、人の、面倒も見てあげるので、とっても優しい気持ちもあるんですよね。なので、ただただ自己中なだけではないんですね。ちゃんと、裏と表、陰と陽があるわけです。なので、とても優しい部分もあるけれども、厳しい部分もある。そして自分が言ったことをなかなか引かないっていうところがあるわけです。で、そのエネルギーが九紫火星によってこうちょっと倍増するみたいなイメージを持っていただくといいと思うんですけど、九紫火星さんすごく気が変わりやすいんですよね。なので頭の回転が速いから気がこうコロコロ変わってるように見えるんですけれど、あ、こうやってみよう、でも違うかったらすぐこっちに行こうとかっていう風にすぐ変わるので、例えば2人以上人間がいる時、その恋愛とかパートナーシップで誰かこっちが気持ちを変えたとしたら、相手に言わないと、相手はこう今日は、ディズニーランドに行こうって言ってて、あ、じゃあディズニーランドの服用意しとこうとか、あ、お弁当じゃないな、なんか持っていこうかなとかっていうふうに思ってたら、いや今日は急に温泉旅行に行くとかって言ったりとかすると、持ち物も服装も変わっちゃうみたいな感じですよね。そんなふうに、気の変わりやすさ、そして頭の回転の速さが、
災いすることもあります。なので、気が変わった時は相手にちゃんと伝えるっていうことをね、ぜひ、忘れないようにしていただきたいと思います。で、常にやっぱり相手とコミュニケーションを取っていくっていうことがすごく重要です。忘れちゃうと、悪気はないけれど相手を置いてきぼりにしちゃうことがあるので気をつけていただきたいと思います。はい、では次に、健康面ですけれども、九紫火星さんは、この火のエネルギーですね、ここは心象徴系になります。で、坊土星さんは土ですね。で、土は胃、膵臓、脾臓系をご注意なさってください。で、心象徴系っていうのは何を注意したらいいかってちょっと分かりづらいと思うんですけれども、なんか仕事でね、あんまりにもこう、過労するぐらい、今後詰めて仕事をしてしまうとやっぱり心労がたまるって言われたりもしますし、あと、小腸とかっていうのはやっぱり、胃腸を休めてあげるっていうことがすごく重要であったり、腸内細菌を、ちゃんと育ててあげるっていうことも必要になりますよね。そんな時やっぱり添加物とかたくさんあるものとかは避けてあげた方がいいかなというふうに思います。で、例えば、どんなサインが出てくるかというと、なんかね、お祭り騒ぎみたいにすごく気分が良かってすごいドーンって落ちたり、こうすごく起伏が激しくなってくると、もしかすると心象徴系が弱っている可能性があるので、そういった時にはぜひゆっくり休むことをお勧めしたいと思います。で、そんな時に、助けになるのが、苦味のある野菜と言われていますし、あと、雑穀で言えば鷹きびなんかがいいというふうに言われています。で、苦味なんかは、ごぼうだとかケールだとかニガウリだとか、あとキクナとかね、そういう、こう苦味のあるものも取っていただくと、まあ、とても心象徴系に助けになるというふうに言われています。で、胃、膵臓、脾臓系は甘みにご注意をいただきたい。ここは、感情で言うと不安、疑いなんかが出てくる。なんかこう、どっか行くのにこうあれもいるかもしれない、これもいるかもしれないって不安にね思って荷物が多い人っていうのは、そこが弱ってる可能性がありますので、ぜひ、小食にすること、よく噛むこと、そして、担当類の取り方にご注意をなさってください。今の時期でしたら、かぼちゃとか休憩の野菜ですよね、玉ねぎとか、キャベツとか、そういう、こう丸い野菜をしっかりとっていただきたいなというふうに思います。はい、では、今日は、坊土星さんと九紫火星さんという組み合わせをお話をさせていただきました。前回のね、組み合わせがちょっとぐるっと変わるだけでも全然違う性質が出てきます。そんな風に月明星の違いでも、それぞれみんな違うところが出てくるので、ちょっと知っておくと、あ、自分もこんなところがあるかもしれない、じゃあそれに気をつけようっていう風に使っていただけると嬉しいなと思います。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございます。では次回はですね、坊土星さんと八白土星さんという組み合わせの方に参りたいと思います。毎日動画を配信しております。ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では